ブロモサクサンエチルは、脂正式 CH2 ブルコ 2C2H5 で表される化合物であり、ブロモサクサンのエステルである。酢酸から2ステップで合成される。催涙性があり、フルーツ様の刺激臭がある。強い毒性を持つアルキル化剤で吸入すると致命的である。ブロモサクサンエチルは、世界保健機構により、暴動鎮圧剤としてリストされている。 1912年、フランス警察によってこの目的で採用された。フランス軍は1914年8月から、ドイツ軍に対してこのガスで満たされた、ライフル手榴弾を使用したが、グロモサクサンエチルは、塩素の2倍の毒性があるにもかかわらず、ほとんど効果がなかった。戦争の初期には、イギリス軍は、催涙ガス剤や二酸化用を含むより、有毒なガスを武器として使用していた。 その後、ドイツ軍はこれらの攻撃を利用して、1915年に、ドイツのコードバイスクロイズ、ホワイトクロスのもとで無臭の有毒ガス及び、化学兵器の菊作剤、または警告剤としてのその後の使用を正当化した。有機合成においては、用途の広いアルキル化剤である。その主な用途は、亜鉛と反応して、亜鉛、エノラートを形成する、レフォルマトスキー反応である。 得られた BRZNCH2CO2 へはカルボニル化合物と縮合してベータヒドロキシエステルを生成する。また他のいくつかの主役を調整するための出発点でもある。例えば関連するウィッティフシ役はベンズアルデヒドなどのカルボニル化合物からアルファ、ベータ不飽和エステルを調整するために一般的に使用される。ありがとうございます。